すごいこと言います。明治以来天皇家が伊勢神宮を訪れるっていうのは年に 2,3 回ぐらいのペースであるんだそうですけど、明治以来全部記録が取ってあって一回も雨が降ったことないんですって。天気予報が 100% 雨であっても一回も雨降らないんだそうです。天皇晴れと呼んでるそうです、伊勢神宮では。そして私たち6月30日の梅雨の真っ只中の夜間参り、2006年から昨夜まで5回一回も雨が降らない。天皇晴れとは言わないけど、じゃあ一応聖火晴れと名付けましょうか。どうもね、ありがとうございます。どうもね、私たちのグループはね、アマテラスさんに好かれてるらしいっていうのが、その伊勢神宮の方の解釈なんです。私たちね、好かれてるらしいんです、アマテラスさんに。ということはですよ、ということはですよ、あ、シーンとなった、フッ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 。ということはですよ、その好かれてるらしいグループの人が何人だか何十人だか今日ここ生きてるわけですけど、その人と同じ空気、同じ水蒸気を吸えて同じ話を聞けてる人ってやっぱり好かれてるんじゃないですか。皆さん、ちょっと時間をあげます。隣の人の方に手をポンと置いて、私たち好かれてるらしいですねって喜び合ってください。はい、追い始めた。まあだからね、私たちはその今日は昨日も今日も宇治橋っていうのを渡ったわけですけど、その宇治橋というのも釘や金具を全然使ってなくて、叩いてはめ込んでぎっちりと水が一滴も入ってこないような技術の橋を渡ってるわけです。最高峰のものですよ。日本の建築の最高峰のものであるけど、同時に世界最高の木工技術です。そういうものを見ている世界最高峰の神社と大木と、それから今は合併したので町村域が広がったそうですけど、もともとは伊勢市の市の領域の半分ぐらいを伊勢神宮が持ってるんですね。山が全部伊勢神宮のものである。今なんか3分の1だか4分の1になったって、全体が広がったので。でも裏山が全部ご神域なんですよね。でそういう日本で山を何十個と持っているという意味での神宮も日本で最大のものであるというように、最高峰のものっていうのを一日にいくつも見ることができたです。わかりました。最高峰のものに触れておく、もうこれ以上ないというものを見ておく、知っておくっていうことが人生の中に大きな安定感を与えますね。わかりました。ここまではわかりましたか。ここから先の話重要なんです。ここまでの話じっくりとちゃんと頭に入れましたか。わかりました。いいですか。八重洲ブックセンターっていうのがあるんです、東京駅の前に。想像がついたんですね。言っちゃダメですよ。今これから話す話は秘密の話ですから。衝撃の結論まであと2分40秒衝撃の結末まであと2分30秒で、これだけ言ってても楽しいんですけどね。実はその八重洲ブックセンターは、日曜日の営業時間から土曜日の営業時間終わりまでの1週間を集計して、火曜日の夜に1週間の売り上げベスト20っていうのを発表します。で地下1階が
雑誌だったか、1階がアニメだったと思うんです。それで4階が人文科学で、これは宗教思想哲学っていうジャンルで、私の方もこの4階に入っている。5階が自然科学で、10階が洋書っていうふうにこう全部、ジャンル別に分かれてるわけです。で、火曜日の夜っていうのは一昨日の夜ですよね。で、火曜日の夜10時ぐらいに、インターネットで公表されるもんですから、その火曜日の夜見ようかなと思っていたんですけど、忘れてしまってね、通り過ぎて寝てしまったんで、それで昨日水曜日の午前中に、お、今日6月30日だし、みんなで伊勢神宮集まるから楽しい日だよね、それにしても火曜日昨夜見なかったから今日 見ておこうと思ってね、一応その先週、一昨日の火曜日の1週間前、先週の火曜日に、見た段階で、6月15日に出た本というのが、ご縁の法則っていう、今日後ろの方に出てますけど、ご縁の法則っていう本が初登場で3位だったんですね。それで一応ね、一昨日見た時に3位からずっとベスト20まで出てるもんですから、3位から4位5位を見て6位7位見たんですけど出てない。だいたいこう3位とか4位に出ると次は9位とか10位ぐらいになるんですけどね。それで10位まで見たんですけど出てない。11位か12位ぐらいになってるのかな、だいぶ落ちたなと思いながら11、12、13ずっと見てた。18、19まで見たけど出てない。20位まで見たんですけど出てないんです。県外に去っちゃったと思って閉じようとしたら一番上に1位って書いてあるんですよ、小林正観の本が。あら、1位だった。2週目に。最高峰の本だった。皆さん、最高峰のものに触れといた方がいいですよ。わずか1500円ですよ。これ以上のものがないというものになかなか接せられることがないので、皆さんはその伊勢神宮の凄さもすごいけれども、なぜか何の努力もないし何の頑張りもしてない。何ですかその笑いは。本当だよねっていう意味ですか。それは本当なんです。はい、全く頑張りも努力もしてない、もうただ才能だけで生きてるわけですけど嘘才能で生きてるんじゃなくて幸運だけで生きてるんです。小学校時代だってずっとおじいちゃんにこうやって小学校の校門まで送ってもらいました、乗り物で。幸運期幸運だけで生きてる。友人にね一本たりとも電話かけたことがないというのは、その新しい本ができたのでぜひ買ってくれっていうふうに電話をかけたことは一本たりともない。一冊たりとも友人に買ってくれって言ったことはないんですけど、なぜか私の方はね出るたんびにすいませんね、すいませんね、本当にね申し訳ないんですけどね、出るたんびに1位になるんですよ。どうもすいません。くれぐれも言っておきますが、努力じゃないですよ。努力してませんし頑張ってません。いい本作ろうなんて思ってませんよ。見れば分かりますよ、いい本じゃないのが。ああ才能だけで書いてるんだな全然努力してるわけじゃない、頑張ってるわけではないのに、なぜか結末がいつもナンバーワンになるんですよ。なんでだか分かりますか。この結論を聞くと6000万円ですけどいいですか結論を言います。神様に愛されてるらしいんです。皆さんおめでとうございます。神様に愛されてるらしい人の話をわずか3000円で聞ける皆さんおめでとうございます。わかりましたか、皆さんがどれほどついていて幸運だかっていうのを実
とりと染み込んできましたか。もう一回隣の人の肩を貸してあげます。じっくりと心を込めて、私たちついてるみたいよねって言い合ってください。はい、おやじめ。ついてるんです、皆さん。はい、もう何の努力もせずに皆さんはその伊勢神宮の近くにも住んでるし、小林世界の話も聞けるわけです。しかもそのナンバーワンになった本もわずか1500円で買えるんです。で、そういうついてる人たちが自分がついてるっていうことが分かってくるとかなり面白いんですけど、そのように宇宙にいろんな現象があって、それで楽しいこと面白いことに直結していることがたくさんあるわけですよ、ね、で、そういう因果関係を見てくると、こんな宇宙法則もある。笑顔を投げかけてる人は必ず笑顔に取り囲まれるようになる。不機嫌を投げかけてる人は必ず不機嫌に取り囲まれるようになる。これ宇宙法則です。で、全然楽しい状況で生きてないんですけど、つまらないんですけど、どうしたらいいでしょうかって聞きに来る人がいるんですけど、その聞きに来た人はものすごい不機嫌な顔してます。どうしてそんな不機嫌なんですかって言ったら、楽しいことが何もないからです。ですよね。何にも投げかけてこなかったから何にも楽しいことないんです。投げかけって何ですかって、釘を4つぐらい打ってこうやってかける、それは壁掛けでしょうが。こういうバカバカしさに気がつくと結構面白いんですけどね。それで、その投げかけたものが返ってくる、投げかけないものは返らないという宇宙の大法則があるんですね。で、今楽しいことに囲まれてる人っていうのは、自分が周りに楽しいことを投げかけた人なんですよ。その結果として楽しいことに囲まれるんですね。そして自分が不機嫌を投げかけてきた人は、今結果的に不機嫌に囲まれてるんです。だから周りの人が悪いんじゃなくて、自分が投げかけたものです。で、そういう因果関係があるので、今楽しくないとか今不機嫌な人に囲まれているんだったら、簡単に未来の状況を変えることができるわけです。自分が笑顔になってニコニコすればいいんです。10年前に製造禁止になってしまったんですけど、京都にお食べ人形っていうのがありました。後ろにスプリングがついていて、頭が 7、8センチ、体が20センチぐらいの塊ですね。スプリング、修学旅行生の男の子がね、ポンと叩くと、ずっと首が触れてるんです。2分ぐらいスプリングでかっと、それでそれが収まった頃にまた別の生徒が取り掛かって、ポンと、はい、覚えて帰りますよ、はい、隣の人の頭を叩きます、せーの、ポン、あのね、同じ3000円払ってんだったらやった方がいいと思いますよ。いいですか、そんなことバカバカしくてできるかって言った、その不機嫌さがあなたを取り囲むんですよ。バカバカしいけど、このニコニコした感じを自分の中で宇宙に向かって投げかけようつって、ポン、ってやった方がいいですよ。その笑顔に囲まれることになるんですよ。はい、もう一度チャンスあげます。隣の人同士、せーの、ポン。これね、外から見てると怪しい習慣だと思います。すごく怪しいと思うんですけど、そんなのどうでもいいの。自分が未来的に楽しい状況に囲まれるかどうかだから、もうとにかくまた神様からいつも頭をポンとされ、これね、
とってもいいことがある。その通りやった男がいるんです、東京で。朝の出勤時間ものすごい混んでる電車の中で2メートル空いてて生涯で初めて楽な出勤ができたって言うんです2メーター空間が空いてるんですってはい、覚えて帰りますよ、せーの あのね参加者が3割だとちょっと恥ずかしい、こっちもで、参加者が7割超えるとこっちも多数派になるから心が大きくなるので、せめて7割参加してください。はい、せーのあのね、4割までしか行ってない。あの7割になるまでやり続けますから、あの隣の人と締めで剣石をこう与えながら、あんたもやらないと終わらないよこれはと。はい、せーの7割まで行きましたわ。はい、ありがとうございます。変わった講演会だなと思ってるんでしょうね。いいんです、あの内容なんか何にもなくてもいいから、今日家に帰ってこれだけやってもらう